平です。そして山田哲人でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、なんとあの山田哲人選手のそっくりさんの山田哲人さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルに初めて山田哲人さん登場してもらうという形なんで、ちょっと自己紹介というかプロフィール聞いていこうかなというふうに思うんですけど、まずモノマネを始められたのはいつだった、はい、2016年の9月ぐらいですね。ってことは3年目ぐらい、ね、3年目突入したぐらい、はい、最初に始めようと思ったきっかけって何だったんですか。ちょっとある球場でバイトしてまして、はい、そこで別の選手のモノマネをしている方が見に来てたみたいで、はいはいはい、それで 見られてというか、あ、はいはいはい、それ使ってというか、それで興味みたいな、あ、なるほど、興味があったらみたいな感じだったんで、声かけられる前からなんかこう野球は見てて、結構モノマネとかも勝手にやってたんで、はいはいはい、ちょうどいいかなと思って。おお、あ、じゃあ別に山田哲人になる前からモノマネは結構やってた、はいはい、個人的にちょっとさ友達と一緒に、はいはいはい、やってみたのはやってました。哲人さん自体は野球をやられて、やったことないです、ないですよね。ちゃんとやったことないです。習ったことないです。元陸上部っていう情報を、はい、そうです、知ってたんですけど、野球経験なしで野球モノマネに挑戦するってのはなかなかすごい。なかなかそうですね、はい。この間テレビも出られてました、はいはい、熱盛の流れみたいな、そうそうそう、熱盛の中で守備の試合も、そう、守備でほぼ動かなかったですしかも山田選手は公認です、はい、目の前で歌わせていただいて公認いただきました。今回ですね、この山田哲人さんもプロスピエースをやられているということで、そのプロスピエースでちょうどこのタイミングにベストナインタイトルホルダーで山田哲人選手が第1弾できたんで、僕がずっとやりたかった企画なんですけど、今回は山田哲人選手のそっくりさんだったら山田哲人選手が弾けるんじゃないかっていう、はい、説をちょっとね、検証していきたいなというふうに思います、せっかくなんで今回まず山田哲人さんのオーダーを見せていただこうかなと、はいはい、基本やっぱヤクルトが多いですね。固めてます。外野手がもう完全3人ヤクルト、はい、ショートに坂本選手だけ入ってて DH に丸さんが入ってて、はい、じゃあ全然ヤクルト出ないですよ。あー、確かにちょっとここはかなり12球団寄りというか、はい、これヤクルト純正にまではいかないレベルなんですか。つかはしたいですけど、うん、埋める、やめてくるんだと思う。わ、ラミレスいる。まあ、できれば全部現役で組みたいんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱ強さを求めたら多少やっぱ TS とかも入ってくるんで、これはもう単発で引いたんですよ。すげえ、それはもうヤクルト愛がハフでいらんか全然揃わないんで枚数。秋吉さん、秋吉さん、そうなんですよ、入ってるんですけど、秋吉さん、びっくりしたっすね、はい、朝で目覚めましたもんね。嘘でしょ、本当に、はい、一体もう行き方かけず、行き方かけず取ってきます。うわー、これ2000円ないですからね。1980ですからね。キッズ1980ってもう今 A に抜かれてますもんね。全然抜かれてますよね。タイトルホルダーで、あ、今後出るっすね。今後出る、2段か3段かで、そこ引けたら引きたいなって感じなんで、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、で、まあそんなところで今回この山田選手の2500を更新したいというところですよ ね、はい、そうですね。この山田選手をまあ継承したいと、はい、で、僕自身も今この動画が上がってくるには430連の激闘が多分公開されてると思うんですけど、 その中ではもう残念ながらちょっと引けなかったんで、はい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 、僕としては3000を欲しいなというところなんで、でかいですもんね。ちょっと2人して山田哲人選手をやっていこうかなというところで、今回はガチャ対決でやっていこうかなと思うんですけど、以前も僕、ウームの社員と対決をするっていう動画を上げてたんですけど、その形をちょっと僕とベッドさんの対決でやっていこうかなというふうに思います。ただそのガチャ対決をする前に累計がまだ引いてない状態なんです、はい、温めておきました。温めてもらってたんで、それをまず引いてもらおうかなと思います、はいはい、いや、これで出たらまあガチャ対決とはみたいな感じになってくるんですけど石貯めた意味とはってなってくるんですけど、ちなみに2500の山田さんは何で出たんですか。ボード契約書です。でも契約書に強いかもしれない。そうですね、このこういう感じ、ガチャよりこっちの方が強いです。じゃあ行きましょう。行きます。渋いよ、演出。演出やばい、渋いぞ、これ渋いぞ。これは一番割れる、割れる、割れるからの、うわぁ、うわぁ、うわぁ、マジ出ました。やりました。やばいやばい、これやばい。神回だ。嘘だ。マジで出る。はい、ちょっと言葉出ないですね、これ。これやばいっすね。やばいやばいやばい、すごい。これもう終わります。あ、じゃあもう、じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。マジやば。わざわざガチャ対決やるまでもないんですよ、まあまあまあ、
企画がめちゃくちゃ一気に崩れて企画を急遽変更して、はいはい、今僕が1000エナジーあるんですけど、この1000エナジーを使って、はい、ベッドさんにベッドさんを引いてほしいっていう流れ来てますから、もうこの流れなら絶対引けるでしょ。来てますから、はい、 S 引いたら今これ僕440連目から480連目までなんで、はいはい、もうちょっと気違いみたいな数字なんですけどS が出たらベストナイトとことは確定な状況なんで、はい、もう S が引けさえすれば12分の1、この外でも OK です、はい、今まだセレクトミキサーを実は監督の時にはかけてないので、厳密に言うと外が引ければ実質テツトさん引けるようなもんなんですよ。セレクトミキサーでテツトさん取れるんで、もう混ぜちゃった。なんで、まあ、外かテツトさんが引ければマジ神回です。あ、わかりました、よろしくお願いします。ダブルでじゃあ引いちゃいます。じゃあダブルで引いたらマジすごいです。一発目でじゃあ引いちゃいましょう。一発目でもいや、これ一発目できたらすごいな、はい、じゃあ440ですか、40連目ですか。440連目です。はい、人様なんで引くの初めてなんで、これ引きます。じゃあ行きましょう。行きます。はい、さあ、どうかな、でもさっきもエース渋かったね。渋かったですね。1個上がった。おっ、おっ、来た、結構ワンチャン、マジワンチャン来てるよ。だって出ますもんね、ベストナイン。もうベストナイン出るっすよ。最後かな、最後。おー、山川さん、いや、山流れ、山川さん惜しかった、かすった。川だけ、川が田んぼにあれば。まあまあ、さすがに、さすがに。いや、でもこれはちょっと、これはちょっとすごい。ちなみにこの山川さんも3枚目です。そんなに出てますか。あ、そうなんすか。3枚目です。はい、まあ、外さんになって。ラスト、あっという間にラストだ。さらっとラスト、やばいぞ。40連目です。テツトさんかソトさん、お願いします。どっちか。はい、じゃあ直行にしておきますね。行きましょう、ラスト、行きます。出るかな。はい、はい、追いつかないな。メイス渋いな。燃えない。おっ、来た。確定です。おっしゃ、いいよ、割れたよ。おいよ、ワンチャンある。わあ、エンドやった、出た。やりました、いいことしたな。この後高級焼肉でもちょっと、あ、そうですね、行きましょう。怒らせてください。これをめっちゃいいことしてる。これでテツトさんをやっていただいて、はい、間違いないですね。はい、上級の選手で間違いません。うわー、やば、これ、はい、本当に山田さんベストじゃない。ベストだったら能力全部いいとかですかね。ベストだったらいいっす。全部いいです。じゃあ受け取ります。はい、はい、大丈夫ですね。いいですね、コメンツで。はい、じゃあ引きます。はい、はい、いやー、今回のこの苦労が全部詰まったミキサーが。お、髪の毛きます、いいね、いいよ、すごい気が楽だ、これ。これもう出るじゃん、決まってますからね。出ますからね。はい、ということで、これにて僕のベストナイトアイドルホルダー第1弾は終了だったんですけど、いや、マジで神引き、本当に神回ですね。これは一番最高のパターンだったんで、ね、ダブルで引けた。実質引いたみたいなもんですから。実質引いたっすか、ガチャで。おっ、30%引けたんですね。瀬川さん、もう宮城先生、赤継ぎちょっと強化したかったんでいいですね。ありがとうございます。はい、ということで、はい、まだベッドさんとのコラボはめちゃくちゃ激アツな神回になりましたが、はい、ベッドさんは YouTube はやられてないんですよね。まあそうですね、やってないんですけど、はい、Twitter がアカウントあるので、はい、ぜひ概要欄にも貼っておきますし、はい、今テロップでも多分出てると思うんですけど、はい、ぜひ Twitter のアカウントフォローよろしくお願いします。はい、ぜひともこの神回面白かったと思っていただけた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。はい、ありがとうございました。